取り置きください。あ、防腐剤塗ると、防腐剤塗ると塗ります。これを材料をまず塗れるやつだけ印がついてるやつはちょっとまだ印が消えるといけないんで、はいはい、塗ります。とりあえず塗れるやつだけね。はい、結構こんな感じでいくってこと。はい、かなりの量あるよねこれね。結構あるですよ、ね、これ今日で全部で買っとく。3個置いて、ちょっと人の入れる隙間置いてでしようかな。これだと全部塗り終わった頃にあっちのレーンの終わってとか、うん、多分そんなもんと思います。はいはいはい。で1回目塗って、うん、組んで組み終わって最後2回目はもう1回塗る感じになると思います。はい。今働いてないようで働きよいよね。言わんで。イメージがある、イメージ。な？もう塗るよ、徳ちゃん。え、そんな簡単に塗るのは簡単？じゃあ木村さんの塗り場見ましょうかね。俺はもう結構二郎から教えてもらっとくけんね。今までのね。うん、おシャシャっともう迷い中で。あのね、大体適当に塗っときゃ吸い込むけど。なんか聞いた話とちょっと違うけど、まあまあでもそんなもんよね。7人体制やな。まあでもそのせんと終わらんよね、これは。お用意するじゃん。徳ちゃん、これ小口は後でしょ。小口は後で。どっちでよかないですよ、もう塗っとかれない、塗っとって。はい。小口ってな。小口ってな。切ったところ。あんまり専門用語は言わない。釣りで木村君もう塗っとったっすよ。あ、ここ行く前に。これが小口ね。釣りでも専門用語に言うと、うん、やっぱ分からんけんね。そうですよね。生い立ち素人やけん。あ、そうですね。徳ちゃん、こっちの大口はどうする？大口はこうちゃんや。もう答えてもくれないか、徳ちゃん。うん、マジで。直樹さん、ね、ただの苦笑い。ただの苦笑いですね。紅茶屋さんでもちょっと何倍言ったか。いや、誰も言わんけん、なんか言わんのかなって。紅茶さん、よかれと思ってね。もう二度と喋らん。言いましたね。すぐ喋れよ。すぐ喋る。すぐ喋る。なんかこう、恥かん。文句、えらい文句言うすね。いや、えらいや、えらいは言うの。うわー、もう直樹さん、すぐそうは言う。弾きよすか。なんかちょっと弾き、つけすぎかな、俺。あー、どうなんでしょう。いや、弾きよく思うよ。弾きよすよね。はい、弾きよす。敬語出た。これやっぱ塗り方性格出るなぁ。木村くんは結構いや、なんかこうゴシゴシいく感じ。そうよ。うん、吸わせる感じ。ゾンビは結構薄め。薄めっすね。うん、股間の毛も薄め。股間の毛も薄め、薄めっていうかない、はいはい、ないですね、うん、草の整骨院でやられましたね。おいちゃんたちがなんかコンテナ棒いっぱい持ってきた。あ、わさび園の。うん。あ、あれば沈めるとか。ですね。なるほど。謝りゾーン。お謝りゾーンってや。謝りゾーン。直樹さん、ここも塗るんですか。塗るんじゃないですか。塗りましょうよ。適当。塗ってないより塗ってた方がいいでしょ。そうですね。うん。確かに。知らんけど。コウスケって書いてた。息子さん、コウスケって聞いたいです。お色の場合やし、コウスケ。今のわざとわざとじゃないですけど、コウスケどうでしょう。コウテラさん、コウスケって聞いちゃったコウスケよ。知らんやったと。知らんやったと、徳ちゃん。知らんやったよ。よかれ、冷たかね。いやいや、そんなもんやだって、コウちゃんってしか情報がないですよ。確かにね。自分の下の名前トシカツやったろ。大でも適当だよ。トシカツやと。一時騙されとったでしょ。なんか。おお、マジでトシカツしもいところに。言わんやったも正解は。正解はで放置しとった。そうで、木村君参加とかあるよね。もうなんかさ言うてからさ嘘ついてそのままにしとくもん。いやだけどただの嘘つきなの。そう。ただの嘘つき。キムは。ようあるそういうこと。とってその人が幸せなら、いや別に幸せじゃないよ。
これちょっと、直樹さん、直樹さんが説明しようとしたって誰が塗ったと思うわ。よくなんか、コウモリがぶら下がっとるんだ。それ俺だ、多分。それコウちゃんさん、多分俺、そう考えると俺綺麗かな。もうそうね、上手くなったな。確かに綺麗よね。あのね、ガバタレ取ったっすか。ガバタレこう塗るといいですね、外に向かってね。こう塗ると、ダラッとなるけん、刷毛を外に外に出していくと。木目場見ながらしよっと。もうはね。へえ。あ、木村君はね。まあね。他は知らんよ。これは。こんないい感じですね。いい感じね。木の呼吸を。木の呼吸。木の呼吸。まだ呼吸しようか、この。やっぱり木村になってくる、語りかけてきよろうもん。そう。痛いよ、痛いよって。切られて痛いよって。塗られてしみるよーって傷口にしみるよーって気がそれでも塗り続けよう。そう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 いうことやめないやめない。なんか変な人が来た。これでクーやって腰が痛くて、うん、体型がバイク乗ってる時の直樹さんみたいな。いかんどる、はい、おりますおそ塗っていきます。その言い紙を昨日も言われてまだまだそうなんですね。まだそうなんです。どないでっか。うん、なんか無心になれる。そうね、無心でしようさね。バチャッとなかな、これは結構あっすね。結構、これ全部塗らなんてやる。まだ下にもあるけどね。あ、そっか。カツガチしていかんとね、カツガチ。そこだけ塗ったっす、ちょっと。横、てか全部やったら塗らんじゃないかな。全然全然突然来た。不意打ちやった。京平くんもそろそろ飽きてきとらんと。まだいける。まだいける。2年は。あと2年いける。結構味がする。結構味すんね。5年後ぐらいに急に入れた。めっちゃ積もるかもしれない。一時封印しちゃって。それは面白いかもしれない。あの顔。もう買ったっす。ちゃんと。緑ば選んで。緑と水色と買ったっす。あ、水色ももっと水色かわいいもんな。1時間おきにチャイム鳴るよ。もう鳴るよ。終了。2時よ。帰宅の準備です。ちょっといいね、これ1時間おきになるって味がある、ね、そういう設定をね、味があるよ、これ。あ、まだ鳴るよ。今頃や。うん、今気づいた。稲葉さんが綺麗にしたとこばおいガバイ用意しちゃった。稲葉さん今日マジこれって言ったけどな。昨日ゴルフ行けんもん。おいに負けよんもん。マジ3回言うけんこれ。最近おいの方がずっと勝ち越しよっけんね。忙しくてゴルフも練習できてないの。そうそうそう。だけ最近おいの方がうまかさ。でも忙しくて練習できないのもそれもまたゴルフやけ。それ含めね。ね。それ含めそう。それなんかイチローはあんだけ練習したら俺もでくって言いようようなもんやけどね。この練習できる環境と練習できる体力、怪我をしない努力、それを含めてやっぱゴルフやけ。まあ俺の方がうまかよね今。おいでも未だに覚えとってた。さ。中学生の時さ、なんかこうちょっとスポーツとかゲームとかが流行るやん、うん、で俺なんで一番になるっけ、うん、めっちゃ練習してめっちゃ努力して一番になるやん、はい、そしたらね、その彼にね、うん、そんだけ練習でくんないよ、そりゃでくんやろって言われてその言葉は俺未だに忘れとらじゃあ一郎もそんだけ練習したけん一郎さんっていうようなもんや。どんだけ練習したかの成果がその勝負の場とけさ、ほんだよらいぐらい練習したら大体できるよって。もうあれは未だに恨んど。恨んでんのだ。でもさ、そういう言葉ってなんかなんかね、なんかもうずっと根に持ってしまうような。
なんか今思い返そうとしてるから、ね、今のとこ、うん、いや絶対あるよ。自分のじゃないけど、なぜか木村くんがよく言うやつがそうそうみたいなことですよね。そうそうそう幸せそう、なんか彼女できたっちゃうね、はい、彼女が できた途端にお前も俺みたいに幸せになれよって言われてそういえばえらい腹かいてるのにあれは根に落とすよね。確かに俺もそれやれたらもう俺も俺の友達もそれで変わってなんか一言言われたのがもう本当にちょっとムカついて、ずっと彼女ができない人が突然彼女ができたらえらい調子乗るよね。変わる、本当に変わる。俺もそれあった。俺一人縁切ったっすもん、それでね。いや分かる分かる分かる。ね、俺らの共通の友達もおるさ。今まで彼女できんで、25歳くらいまで彼女できて、彼女できた瞬間にめっちゃ偉そうになって、なんかいつも通り普通にね、うん、やったかな、ゲームしようか、うん、なんかゲームしようぜって電話したら、ね、まだそばんゲームとかしようなんその子供みたいな遊びみたいに。先週まで一緒に毎日ゲームしようった時さ、もたつまん子供ごたこと言いようって彼女できた瞬間に言い出して、もうそっからその電話以来、もう20年経つけど、一切会ってもいいね。でもなんかあるよね。あります。あるやろ。めちゃくちゃあります。ナイス。新たな巻きが。マジでよ。しょいじゃね？うぃー。うぃー、ナイス。多分これ切るのが一番高け、小麦粉にも職人技を覚えてもらう、うん、メントリメントリでっかな。さあできるかな見て盗まんばげんね。そうそうちょっと盗んでいいですか。うわよ今ナンバー盗みを膝の角度立ち方柔らかくこうこの線のちゃんと説明してくる、まあ、あと教え子だな、まあ、あと線が教えてくれる昭和の職人やさあ小麦くんも挑戦でございます。昭和の挑戦。あの丸メガネ職人に習ったことをいかんなく発揮してください。いかんなく発揮していきます。 おっちゃんがみかん箱を持ってきました。わさび箱、わさび箱それの中にわさびは埋めてあそこに置いとくと、うん、もう足場じゃんじゃんできてる。2階部分がもうできようことですね。よつるさんもしっかりしっかり働けることですね。しっかり働きよんね。ああ、マジで。明日面接に行くことになります。でも、この人たち社長や仲よ、多分。俺の予想やけど。うち言っといて嫌なことばっかりです。社長なの、のりやくんは。違いますよ。あれ、どこまで、まだ行ってるよ。あ、それそれありがとう。どこだった？下にこの方。ありがとう。飲み。飲み。と角かんなと。これの半分後だとな。このちっちゃいやつなさ。ちっちゃいやつ。ごめんごめん。15分待って。15分待って。ありがとう。あ、全然違う。あ、めっちゃいい。今立って思ったけどさ。うん。やっぱ洋ちゃんって呼ばれるとなんか。うん。どかんじゃん。どかんじゃんやろうが。コータが言い出したさ、トワードの時。ねえ、やかましかでね。誰にもの言いよっかで。よらいぞでね。ああ、よらいでも長いけどね。山口さんやろって言おうかと。お前、ようちゃんって呼んでもんかな。ぶん殴る。なんかでもなんかようちゃんってよかねなんかよかねなんかようちゃん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 気持ち悪いなんかちょっと憧ればいいだった今これ加工したらもう塗っていいとよね。うん、うん、塗ってしまえば塗っちゃいけない理由がその墨が消えちゃうからっていうだけけん、うん、
じゃあこっちにあるやつはもう全て加工済みってことですかね。多分このこれはあ、こういうもやね。あ、これ予備かもしれんね。あー、多分おぶっちゃんちょっと混ざったとやろね。だからこれも多分向こうのやつやろ。あー、あ、本当だ。おぶちさんコメントください。電話したが早かろうけどね。でもこれすごかね、なんかこの辺の、うん、これとかもですね。なんかガバイ複雑やもんね。うん、なんかわけわからんもんね、うん。何がどうなって組み合わせるんやろ、うん。ご視聴ありがとうございました。山プロジェクトはダンスの源さんの提供で頑張ってます。ぜひサイトも覗いてみてください。さようなら。バイバイ。